皆様どうも、こんにちは。ミントスです。2000人、3000人と嘘をつき続け、クソみたいなホラーをやり続けた結果、たまにはまともなホラーをやろうと思って、そういうのをね、段階踏んでやっていこうと思うんで、今回は、夜回り先生っていうものをね、やっていこうと思います。違いました。夜回り先生は本でした。夜回りです。はい。このストーリーはですね、事故によっていなくなった飼い犬を探すため、幼い少女になっちゃうの、俺。夜の街を探索するアドベンチャー。昼間とは全く異なった予安の世界。至るところに潜む、不気味なお化けたちに大好きな家族と再会するために幼い少女は幾度の夜を回ります。というのが、今回のストーリーです。では、行きましょうか。やーんってなんですよね。これよくあんま聞かない言葉ですね、やーんって。夜の闇ってことだと思うんですけど。あります。なんかホラーっぽい。あ、絵がすごい綺麗だ。楽ねえ。ほら、やっぱり今だろ？ポロっていうのか、お前。戻ろうとしないよ。行くよ、ポロ。やだっつって、方向キーで一緒す。結構、なんか犬の動き早いな。なんだこれ。動き。6ボタンを押しながら移動で走ります。走れんの？あ、これか。走るボタンがある。あ、いや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 。これ後ろにいなかった？5ボタン押しながら、あ、なるほどね。あ、これで、わかった。忍法、壁伝いだ。どん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 。石？しかにアクションが可能なものがあると、当てるわけ出されます。おう。ボタン1でアクションで、ボタン i ってなんだ？ああ、A ボタンか。アクションする対象により起きる効果が変わります。いろいろなものにアクションしてみましょう。なるほど。アクションって感じですね。ボタン4で使われて、ボタン4ってどれだ？ボタン3でアイテムを使用します。ああ！やっちゃったよね、少女。ちょっと？よいしょ。残酷すぎじゃない？これ。びっくりしたよ、マジで。読み込み中。いやいや、そんなもん、もう文字書いんでよ、そんなもん。お母さん？お帰り。あれ？俺はどうしたの？言うんだ、正直に、お前。お前、それは隠せないぞ。逃げちゃったの？おい、もうちょっと、お母さん。お母さん。私、探してくる。お姉ちゃんだん、これ。お家で待ってて。必ずついてくるが。いや、やだやだやだ、そんなの。無理。大丈夫。私は見つけてるから。無理やって、そんなんもう。犯人こいつやもん。絶対。犯人なんですよ、これ。犯人がいるんですよ、ここに。あ、もうお墓落ちちゃってるよ、こいつ。お姉ちゃん遅いな。お姉ちゃんのお墓になってたの？これもしかして。探しに行こう。いや、言えよ、もう最初から。なんとここ。上を歩くとあれですね。少し上を歩くと、音が変わりますね。くちゃくちゃっつって。お、行き止まりになってるのか。見えなかった、今。お、止まれ。止
困りまへん。え、でもなんかいたぞ。何があるんだ？こっちいるか？トカゲがあるぞ。大根は何のトカゲなんだ？はぁ！何？おい、どう？え？捕まったらダメなんですね、もしかして。ああ、やば。あ、なるほどね。わかった、俺、このゲーム。かくれんぼだ。もう一回当たってみる。ああ、なんで怖いゲームなんだ。不思議な生命体と当たったな。意識が飛ぶぞ、これ。怖っ！よし、まだ！よし、まだ！よし！やるね。どれもちょっとでちょっとで負けないよ、今回は。相当修行積んでいけるからな、俺も。お前か。あそこでもなんもないな。これアクションゲームだな。ホラーに見せかけた。女の子、このリボン、めっちゃでかいな。いないのか。一応なんか危ないっていうあれは出るんですね。あ、ドクンドクンドクンってあの心拍音でね。あそこがなんか優しいな感じしますね。道も一応分かりやすいですね。行けない風になってますもんね。あんまり迷うことはない。うわぁ、この山道やん、こんなんもう完全に。なにこれ？あ、え、お姉ちゃん？びっくりした。私と探しに行ったの？待って。え、なになになに？何があっても目を開けちゃダメ。何があっても目を、わかった？姉ちゃん、え、何、姉ちゃんどこ行ったの？お姉ちゃん、お姉ちゃん、何、どこ行っちゃったの？お姉ちゃん先に、お、なわけねえだろ。お家に帰ってみよう。え？ボタン8で地図を見る。ボタン 8？ ああ！あ、もう、これか。泣きやがって。ノートを開く。オプション。なるほどね。え、何？なんか光ったぞ。なになになに？回収電灯を拾った。あ？お姉ちゃんのかな？ライトをつけた。うやぁ！ピーッ！待って。なんか、アクションがあるぞ、どっかで。え？なになに？え？どうすればいいの？あ、もう隠れればいいのか。え、
怖い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 、これなんか。え、なに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 ？なにこれ。え、いつまで乗ってんだよお前。なんだなんだこれ。よし、言い抜けたな。びっくりさせやがった本当に。よー、あ、まあ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 、またこっからなんですか。いやー、やれやれだぜ本当に。こんな子供倒してびっくりしたやついねえんだよね。早くつけな。はい、先生だな。何を焦ることがあるのか。教えてほしいもんだぜ、このゲーム。おい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 。あ、通過できないんだ、ここも。はい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 。足早いからね、俺はね。行っちゃうよ。俺はこのね。なんでや、なんでや。そう。あのね。絶対降りやろ、ここら辺も。1円、10円よ。何やこれ。あ、なんか、え、何？あ、地蔵さんがあった。え、なったっけ？これ、え、なかったよね、やっぱり。何？お地蔵さんだ。何？中間セーブできます。え、じゃあ、備えようかな。はい。中間セーブ完了しました。やったね。え、どこだ？俺こういうゲームあれなんだよね、迷うの得意なんだよね。ほんとに、くそ、行くぞ。これさ、まっすぐ行けばいいのか。え、どこ、私どこ、降りれてるな。あっ！あ、あ。もう全然びっくりしないですけどね、やっぱりね。ああ、こんなのでね、びっくりしてるようじゃねえ。ホラーゲームをやろうなんて思わないですよ、本当はね。ちょっとね、なんか、大きな音鳴ったなぐらいしか思ってないんで。どっかおるぞ、これ。どこだ。あ、上か、帰っていったぞ。お姉ちゃん、お姉ちゃんはどこ？お姉ちゃんがいない。家の中入ってる音怖えな。セーブしますか？やだ！なんでやだかるんだよ。うん、決まってんだ。はい。あ、ということで、第1回。すいません。第何回は行くんでしょうね。もう完全に気が向いた時をやりそうですけど。まあ、とりあえずちょっと今回は、こんな感じでね。第1回、お姉ちゃん編。
終了ということで、皆さんどうも見てくれてありがとうございました。大体多分パートごとに分かれていくと思うんで、またよかったらね、お時間があるときにも見てください。ということで、お疲れ様でした。またよかったらお願いします。ミントスでした。バイバイ、またね。